皆さんこんにちは、鈴由美です。キランシャキーン。いつぶりだろう、超久しぶりの外飲み動画でございます。動画がアップされている2月14日は私の31歳の誕生日でございます。誕生日の企画動画ということで、今日はちょっと贅沢に一人焼肉をしてこようかと思います。このご時世なのでね、一人で個室でちょっと高級な焼肉を食べれるお店を探して予約したので、今日は一人で贅沢に焼肉そして飲み放題していきたいと思います。 Go go。一人で個室焼肉とか初めてだからちょっと緊張している。ビールがまさかの私が大好きなカオルエルです。今日は2月14日誕生日の私、そして2月14日誕生日の世界中の皆さん、そしてバレンタインを幸せに過ごしている皆さんへ乾杯。いただきます。外若干雪降っててめっちゃ寒かったからヒーターがすごい暖かい。ありがとうございます。焼いてる音だけで酒飲める。わあ。うん。味噌が。はーい。ありがとうございます。はーい。頭もカリカリに焼いて食べよう。2杯目。そもそもね、外でも一人で飲むのすごい好きだから、一人で個室とかも全然飲みに行くし、だからこの静寂の中でゆったり流れてる時間がすっごい幸せ。大粒ホタテ、キムチ、エビの頭もめっちゃうまいんだけど、カリカリに焼いて。すごい、こんなタン初めて見た。焼けんのかな。個室の焼肉屋さんに一人で来るなんて、私も大人になったね。本当につくづく思います。
せっかくだから2つぐらいで食べたいな。めっちゃ画面に飛んじゃった。今の厚切りトロタンはもう最高に自分の誕生日のプレゼントって感じがした。上身の次はウーロンハイです。いつも分かんなくなるんだよね。ミノとかさ、ハチノスとかさ、なんかそういう部位、胃袋。ミノはコリコリしてるイメージ。焼けたかな。黒毛和牛ヒレステーキ 120g が来たので焼きたいと思います。美味しい食べ物と美味しいお酒と洒落た BGM でずっと飲める。全然関係ないんだけど、この袖からさ、ヒートテック見えてんのめっちゃババ臭くない？嫌なんだけどね、出てきちゃうね。いいお肉だからこのぐらいレアで大丈夫。このソースもあるんだけど、塩とわさびで食べたいと思う。とりあえず めちゃくちゃ柔らかいのに油が全然しつこくない。いいお肉って柔らかい分やっぱ脂っこくて、それが旨味みたいなイメージがあったけど、こんなに柔らかいのにこんなにさっぱりしてるのが不思議。第2弾も焼いておこう。めちゃくちゃうまい。なんかうまいし勉強になる。食べたことない食材って。食感とか味わいが満ちすぎてどうしよう。私が普段食べてるお肉とはまるで違くて、あっさりした醤油ベースのソース。よくよく考えてみたら、私 YouTube 始めてから17、18、19、20、21、5回目の誕生日です。5年目なんだわ。ラスト一切れ。
若干二切れ。家から出てこんなにゆったりした時間を過ごすのがなんか久しぶりすぎてもう新鮮。 YouTube 撮ったり配信したり編集したり家で料理したり、もう本当に家でしか私の生活最近成り立ってないからすごい新鮮だった。冷麺ってうまいよね。私はお酒とかお酒食べ物っていうものに特化して YouTube をやってるから、まあ31歳になって31歳ならではの私のお酒と食べ物の魅力とか付き合い方とかをお届けできればなって思います。まあ、改めまして31歳の鈴由美もよろしくお願いします。デザートのアーモンドピスタチオのアイスです。今日は特別な美味しい食べ物と美味しいお酒に感謝です。ごちそうさまでした。2月14日私の31歳のお誕生日記念ということで一人焼肉、ちょっと豪華な焼肉を食べに来ました。本日もご視聴ありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。鈴由美でした。バイバイ。石焼きも、おいも